ゴルフネットワーク。時間ない。朝ごはん、さくちゃんとゆっくり食べた。気づいたら時間ない。何食べたんですか、今日は。朝は私、うどんとご飯とフレンチトースト。あ、いっぱい食べましたね。ちょっと食べ過ぎた。いや、食べるとは伺ってましたけど、はい、本当にね。やっぱシーズン始まって4キロぐらい今年落ちちゃって、なのでそれ体力つけるトレーニングしてもね、はい、そうですね。なのでもうなるべくいっぱい食べるように今してます。だからうどんが好きですね。うどん好き、うどんばっか食べてあ、写真ですよね、うん、うん、そう、写真と何だっけ、動画もあんのかな。あ、そうですか。やばい時間、マジで時間やばい。ナイスショットです。あの、この沢へとかに行きました。テレビで見るより迫力ありますよね。そうなの。よいしょ。他のラッシュタイム。あー、当たっちゃった。はい、ちょっと、ちょっと抜けましたけど室内でやるトレーニングは、まあ、オフはもう週7でやるんですけど、合宿中のトレーニングっていつもと違くて、外でダッシュしたり、なんか地面に置いてるライトが光ったところにこうタッチしに行くとかあるので、やっぱそういうなんかすっごいきついのは一昨年やってなかったので、その外のトレーニングが効いたかなと思います。